今日は阿武隈ラインにお邪魔してますね。阿武隈ライン船下り佐藤さんからお話を伺います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。震災でやはりなんか影響というか、やはりお客様減りました。大丈夫です。かなり減ってますね。そればっかりは どうしようもないと言われればどうしようもないんですけどね。あのそれでもやっぱりフリーのお客様って、うん、あのバラで来るお客様の活動自体はそんなに異様に減ってるとかそういうわけではないんですよ。そうですか。問題はあの団体客で、沿岸部とうちらって結構意外と密接した関係でして、うん、あちらは復興しない限りこちらもなかなかそういう団体のお客様を受け入れできない。就職で団体を受け入れることできるし、泊まることもできるし、でお客様のあるか足があの少なくなったのはそれも原因の一つかななんて考えてるので。佐藤さんはその船頭の格好をされて船頭されるんですよね。はい、そうですね。今若い船頭さんも結構多いんですか。いや私だけですね。佐藤さんだけ、はい、じゃあ一番人気じゃないですか。地元ですね。いや一番人気かはまだ、ね、ベテランの人たち他にもいますんで皆さん船下り四季折々楽しい眺め、あの素敵な眺めも楽しめるんで、ぜひ皆さんで遊びお越しください。持ち込みも全然 OK なんで、船頭の分とか気にしなくて結構なんで、ぜひ遊びにお越しください。お待ちしております。